頼光寺は、兵庫県川西市にある、曹東州の寺院。三号は、昭雲山。本尊は、地蔵岩能菩薩。長宝年間に、ただそうの漁師源、な中の婦人宝女二の発願により、光中四男、源の剣奏図を回帰にして、源なものよりみの子長年が、宝女二の年次物であった地蔵菩薩を本尊として、解散する。 当時から頼光の神に及び冷蔵を暗記する工芸員として、昭雲山と合して、神言立秋に属していた。二世長里氏の自役後、平安、鎌倉、戦国を通して寺勢は推微していたが、漢文十一年に前奏漫具によって中高され、延教三年丹波国船が畑村の臨在、周宝常寺の末寺になり、本寺の実装無双を中高の祖に受けし、 文化元年以降は、天寺となる。その後天保11年1840年本寺の、不祥恵党みが2州の中から選んで、十字相続させていたが、明治8年に、廃物希釈の影響を受け、維持が困難になり、本寺の立根寺と合併する。その後平成2年より、相当州に属する。現在も、本堂には北摂七福神寺郎神像、 源頼光神像が安置される。ただ神社宮寺、福本義弘の肝入りにより、紫陽花寺として発足し、現在では境内には約400株に及ぶ紫陽花が植えられており、梅雨の時期には一斉に花を咲かすことでも親しまれている。ありがとうございます。